Who dares to enter the mayhem? いやーけどこの配信意外と良かったかもしれないですね。Slayer. なんか盛り上がってる感じがしますね。盛り上がってるんですけど。そうですね、最近 AC ブラストラの方では初代さんの方がいましたが、これはまあ黄色いホース。 Slayer vs. Soul. Get ready to rock. Heaven or Hell Duel 1. Let's rock. 行きましょう。最近はね、あの挑発とかあれにもかかりますんで、さあどうなる。イエローローミアですね。コシミズスレイヤー対ソルソルソルディア。アンフレームの方が意外とでかい。さあやっぱりちょっとね AC を触ってるとどうしても目を引き下がる。さあアンフレームを突く後ろ上海さらジャンケーから 2KA マパンチ。まあ、当然ソロはあんま変わってませんからね。マンミーはディレイキャンセルが少し効いてたりとかしますから、非常にコンボパーツとしては 2K6K につながりますし、面白い。今のが新しいハイスラ派生で飛び上がった後に再度可能という行動可能となっております。ブリッツ取ったと思ったらダメだった。サトシケからアフニールうっさいけどない。あ、おっと空投げやってねえじゃねえ。さあ、チョッカー、カシケーから円安まで、一本選手はクソルン。シャローンがね、オープニングムービーで風船のように飛んでいくのが面白い。おっと、冷静にエスボルカにナスピー。煽りの性能ということは、エスボルカは非常に弱いです。空中エスボルカはもしかしたら、またループコンボができるかもしれないですね。まあ、その辺は、カーリングとかもあるし、どんどん伸びるでしょう。さあ波動勝利したい。勝ち返したらマッパンチ。さあ AC と違ってキゼッチもしっかり溜まっていきますので、油断しているとこれがリンピやってしまいます。さあマイビー円安勝ち返したら、怪物どこがいけるところありましたら教えてください。最近のB 番内、平岡海対するユーナソル、平岡海対するユーナソル、B 番内お願いします。さあ、昇竜拳で飛ばして落として勝ったのはクソルとなりまして、B 番内じゃない、A 番内で FAB さんのお邪魔金とコーリーさんのレッドマン。手間かけさせやがって。そう、ウィン、ストレート。頑張ってください。悪いが俺はマナーを知らねえ。若いから。ホーリーさん、そうです。試合です、ごめんなさい。ホーリーさんにね、呼び出されたプレイヤーは結構いると思うんですが、ホーリーさん呼び出したプレイヤーは結構少ないと思うんですよ。ちょっとここで得意げになります。空中浮遊だけ練習した。いやークソゲーマーの鏡ですね。とか、クソゲーじゃないです。ということは開幕押田さんを殴ることに成功すればあとは飛ぶだけ。これありますよ、これワンチャンスまだありますよ。幻のドイツ。さあ行きましょう。 FAB ボスの銀対するコーリーレッドマン。さあ飛ぶしかない、飛ぶしかない。ああさあ現実は厳しい。さあもう殴り合わねばならなくなってしまったコーリー・レッドマン。それに対して FAB ボソノキンガズ勢としてガンガン攻める。これが 2S6K、 今回 6K がですね、あー飛んでって戻ってきた。さあ負けていいから飛ぼうってね、さすがカツカプやっていたクソル先生、言うことが違います。ヘブンリー届かないですからこれ。あーかーん、手のひら。さあこれには押田さんも苦笑いといったところですが、ベットマン自体の性能がいまいち把握できておりませんので、ホーリーさんなかなか飛べません。っていうか、まあ、飛べるのもダメなんですけども、ジャンディで落として、ジャンハイめっくりからポシャムキン、マスターママキャンからタッシュハイヒートで掴んでエクステンド。今回ヒート1
追加なしでも吹っ飛んでしまいますので、掴んだらエクセントしないといけません。飛んでいく飛んでいく飛んでいく、あちょっと燃料が足りないようですね。なかなか飛べない。ちょっと大会緊張しますから仕方ない。これだけ練習してきたと言っていたんですけども、残り20カウント。お、本当に飛んでる、マジやべえ。これどうしましょうね。あー、あかん。下でなんかサメが待ってるみたいな感じになってますよ。完全に餌みたい。さあ飛ぶ、あ、できない。さあ残りカウントも一撃終わって解除してと。さあ一周ラウンドにならないようにジャイアントごめんなさい。とりあえず最初掴んでしまえば飛ばれても勝ちますから、ガンガン攻めます。さあ遊びはおしまいだとばかりに。さあ 6K 今回90ヒットするとこの 6K ね、前に出るんですけど壁歩きになるみたいですね。だから飛び逃げに引っ掛けていくのかなと思ったんですけど、このゲームフォルトレスディフェンスありますから、まあポチョノキン使いの皆さんと勉強に行きたいです。マイピーカウンターキャンセルがないんでね、カウンター1つの場合はやってイヒートで直で使うっぽいです。さあ 6K ハンマーから多段技、非常に面倒くさい、上から降ってくるクリフみたいですね。さあ TS ハイストラー、完全に AC っぽい雰囲気ですけども、つなぎません。直側からもうベッドマンが何してるか、あ、ブレッツを取ったか、飛んでた FAB ミサイル。さあ B 番で勝ったのはミラオカガイ、飛んでいく。でも思ったよりなんか空中浮遊時間かかるんですね、これね。頑張ってる感が出ました。うん、はい、B1 内の方でシャリアさんとナゲットさん、シャリアさんのファーストでナゲットさんの回、B1 内お願いします。さあ、ずっとブリッツポップ PK、PK さあ、エリアには行けますので、追ってきて何やってるか分かんない、向こう側に移動している、移動に、なんかこのダッシュになんか穴が、あ、当てみたか穴がついてるみたいですね。飛びたい。このなんか飛べてないね、これ思ったより。まあ負けトーナメントありますので勝ち上がってください。 A バンダイお待たせしました。ネモさんのファーストとコンソメさんのご調理金 A バンダイで試合となります。全てのケースで勝機が見つからない、何者なのだ。で次、大阪さんがシードで、ヘブンさんとレンコンチップ、そしてジグさんのザトウとキーシャファーストと続いていきますので、今呼ばれた方たちはね、準備の方だけお願いいたします。Heaven or Hell Duel 1。 さあ行きましょう、ネモファースト、ファイスラー、コンソメ、おちょむき。さあネモさんがファーストをエグザードで使うということによって、お茶さんの特別委員会の方たちはねとても喜んでおりましたが、まず先に当たるのはコンソメさんのおちょむきとなってしまいました。さあ冷たいですね、これこのこの距離厳しい。しかし取れて足切り対してドリルで返していく、ゴーイングマイエーまで決めて一本選手はネモファーストデュオ2ディープバンドラック。さあダイヤンド助けて吹っ通す、爆弾はハイジャンプ前で前ピーから何も下がらず出し切ってしまったか。円安で返してすぐさまこの距離、円安先端の距離非常につらい。ファーストのカード円安貸して、円安さあ煽りの性能ということは、あ、消えちゃった消えちゃった希望がさあジャンディーボムを投げてオプスにはジャンプリー、お互いに怪しい、先に動き出すのはファーストジャンケ、円安装填、円安ジャンプエースでこんな恐ろしい気がデッドアングル前ハイスラーハンマー、さあ足切り返す、体力リードはファーストスライムヘッドで焦がして大き攻め、前系から隠れに行ったがダメ。さあロマキャンの効果を使って物を投げて前に出ました、後ろ目がエングス
安全にも投げていくか、掴んでいった。ヘブンリー超かっこいいんだよねこれ。さあ上に飛んでいったところ逃がさず捉えていきました。最終ラウンド、今回のバースター空中投げできるんですかね。なんかまだ1回も見ていませんが、高いから2K 立ち合いすら、あれ 2K はどうなってんだこれ。1段目から下段なのか若干違うか。さあ5人前へハンマーホールが耐えられません。さあエンデス投げ足払いで動きを止めて 8K からメテオガード、上からくる釣り上げてまたもやメテオ、エンデスデッドアングルからのエンデスロマキャン物を投げて愛を投げる、デコピンで返して、さあ触りたいがエンデスレレレを引っ掛け、もう一度端へ行ってらっしゃい、物を投げて、さあ無理せずジャンハイスラー、そしてエンデス、あーとかっこよくイエローロマンキャンセルを使用して勝ちました、ネオファースト。次の患者が待ってるのでは。はい、それではヘブンさんのメノムとレンコンチップ A 番台でお願いします。解決に見えて B 番台がアイン会対するコーリーさんのベッドマン、それが解かれる前に決着が B 番台アインマン、アインマンとコーリーさん OK ですか。Who dares to enter the main card? Chip Zan. Venom. カード間違えちゃったんですか？ああ、かわいそう。Chip versus Venom. さあ、レッカートマークダニーということで、フルハウスはダニーに似ているということからね、ダニーと今回からつけました。マジ似てるよね。三兆。負けたら俺に投票しろ。リポテゼクじゃねえやつ。いやこのワンパターンしかないのがやばいんですかね。もう何パターンかったら面白いです。かっこいい。コールショットを外したことはない。そしてちょっとジョジョっぽい。さあ行きましょう。カラー今のところ6カラーしかないですが、ペルソナとかはと同じように変えるんですかね。さあ魂マイキーからおそ手裏剣、本当に遅い今回の手裏剣。ここだ。さあチップメノム、若干メノムがやりづらいかもしれませんが、チップ自体もそんなにコンボが高いわけじゃありませんので、アルファブレードもね、青剣とかなくなってしまったんで、どう戦うんだろうね。そしてこのジャンプス、今回からこのジャンプスを振ると一瞬ふわっと浮き上がります。そして壁歩き、この状態から空中弁道山、そしてクマに投げたりアルファブレード打ったりとかいろいろあるんですけども、ちょっとかわいいです。さあそして大事なのはチップの声、声優さん変わっております。最初イケメンかなと思ったらやられます、ちょっと頑張ってます。さあ、溜めて黄色アルファ、距離を取って上から一体が上に弾いて返していく。ここは、なんだこれ見えねえ。なんかジャンケンが普通に刺さったっぽいです。B 番内、コシミズさんのスレイヤーとコンソメさんのボチョムキン、 B 番内でお願いします。手挙げてください。ちゃんと声を出すんですよ。実は今回ジャンプ D は壁バウンドです。アボリドなんで、じゃあはい、ジャンプ D ですね。あっ、デンジャータイム、全てがカウンター1本になる。やっと上終わった。なんてことだ。多分この剣から 2K ガード作って端 S が浮いてしまうので無理。さあこちらもコンボミス、勝利君この剣できないよーと。しかし寝技に持ち込んでいったチップが取り返す。最初ラウンド、おそ手裏剣消えるんだ。
完了だな。ガンマンの移動距離が画面が広くなったからか知らんけど、すげえ狭く感じますね。短い、背投げガードして、イエスで止める、スピンカー数値焼き、下段対処拳、さあ、ウープラ武器からの 2K を返していく。さあ、新技ですが、しっかり咎められ、ジャンディ締め、ハイスラーカーカスを打って、B1メインスティンガー、まあ、弾幕を張るか、どうするか、打ち投げ、捉えて、かっこいい、見えない、マジで見えないんです、これ。目を凝らせば見えるとかじゃなくて、本当に動いてるやつ見えませんので、わからん。さあ、ペイン、トマキャンから、ここがデッドアングル、オッピー攻め、サクアンから、さあ、気まずい。トマキャンしたか、トーマンキャン大きい攻め、上海めくり、中段は当たらない、距離取る、飛んで、あいつらカーカスも回っていました。空中ダッシュに引っ掛けて勝ったのはヘブンメロム。はい、それでは続きまして A 番台の方で、最後の1回戦です。ジグさんのザトーとキーシャーファースト、お待たせいたしました、最初の試合ということで動画台多めとなっておりますので、だけど、なんとかなりましょう。ジグさん、ザトー、言いますね。止まってるだけ勝敗、綺麗ですね、配信ね。動くと背景がやばすぎるんで。B 番内、ニートとシャリアさん、行ってください。もうマスクいらねえ。